今こういう話し合いの時間を持つ必要があるのではないか、はい、だからそれまでの間は工事をまず止めるべきじゃないかということがまず論点なわけです、はい、では今のお話はそれについて答えてないわけです、はい、じゃ あのそこについて言いますと、そういう形でずっとあの県市それから文化庁、特に文化審議会のご意見もいただいて手続きを進めているということでございまして、工事を中止するということは考えてございません。工事は中止するべきだというふうにこちらも言ってるわけではなくて、はい、工事をまあ中止するのかどうかも含めて、うん、まずその一旦は止めて話し合いする時間、説明する時間、合意形成を取る時間を設けた方がいいのではないかというご提案だと思うんですね。それに関してはそれは合意形成を取る必要はなく、いや工事を進めていくということであれば政治的に問題にせざるを得なくなりますので、まあ、そこはちょっと お互いのためにとって賢明ではないのではないかと申し上げているんですが、まあ、そこは受け入れていただけないという、そういう趣旨です、はい、事業者の立場としてはこれは進めるべきものだと考えてございます。いや、それでは基本計画の中に土系舗装までするということは書かれているんですか。基本計画の中ではここの場をその広がりを感じるゾーンということで、利用者が中に入っていってその中の広がりを体験するというゾーンでございます。いや、それどころかです。ちょっと、はい、論点を戻してもらわないと、はい、今おっしゃってるような整備をすれば人がきちっと、まあ、リピーターとして来るようになるのかどうかっていうのが重要なことですよね。そうです。そのリサーチを、まあ、体感していただけると思います。そのリサーチをどのような形でなさったのかなと思って、それはすごく疑問なんです。とてもじゃないけど信じられない。まあ、でそこのところのリサーチがどういうふうにされてて、で草っぱらよりも本当にいいとおっしゃるんであれば、それはどういうふうなソフト的な調査に基づいてされているのかということを聞かせていただかないと、なかなか厳しいと思います。例えばですね、その犯罪が減ったっていうのがあります。で平成21年まあ、減るだろうということが考えられます。減るであろう。ファクトは？ファクトは犯罪は今です。犯罪は平成21年、この1300年祭の前なんですけれども、犯罪と言えるかどうかあれなんですけど、火災件数が8件年間ありました。火災、はい、火災は犯罪、まあ、ほとんど放火です。放火、はい、焚き火じゃないんですか。まあ、放火です。何に対して放火したんですか。草です。それは焚き火でしょ。